長野総合車両センターは、長野県長野市清和田2丁目にある東日本旅客鉄道長野支社の車両基地及び車両工場、北長野駅付近に位置している。1888年5月1日に、関節鉄道開業に合わせて開設された長野、機関口全身に持つ車両基地で工場のある場所にはかつて、 平林市場があり、1930年には長野都市計画が認可され、城山公園と同規模の平林公園の建設が予定されていたが、戦時中の用途地域制限解除期間中に、鉄道省長野工規部の工場が建設された。国鉄時代は長野工場と称し、車両検査、修繕だけでなく、蒸気機関車などの製造もいった。同じ敷地内には、 配置車両がある基地もあったが、1991年7月1日に、長野工場と北長野運転所を統合し長野総合車両所が発足。その時、JR 在来線で初めて車両基地と車両工場を一体化させた区所となった。2004年6月1日に現名称に改称した。当センター内には周知の埋蔵文化財、宝蔵地として、 南側には平林城市と記した石碑が立ち、国鉄車両基地遺跡、西和大石がある。毎年10月に JR 長野鉄道フェスタとしてセンター内を一般公開している。長野総合車両センター所属略号、NN 長野総合車世当たりセンターの主な業務は車両の検査、修繕、改造である。また、車両配置もあるため、 車両基地の機能も有しており、車体の清掃業務なども行っている。当センターには、芋の職場があり、中鉄セーリンゴや、NN46 ブレーキライニングなどを製造している。さらに、首都圏で使用された電車の廃車に伴う、解体作業も実施している。下記に、センターの業務について、項目別に説明する。出展、JR 東日本テクノロジー株式会社 HP。 事業紹介品の鉄道115系の塗色変更や、リニューアル改造などや、元形用車両センター所属の205系例番台を、富士急行6000系への改造を施行などの実績がある。その他、中央線快速用 E233 系例番台のトイレ設置工事や、元中央、総武観光線用 E231 系例番台の転用改造など、 改造工事各種を受け持っている。2019年10月に首都圏で JR 東日本とのリーレーを行っている相模鉄道の相鉄1万系1万701階が危機更新のため同車両センターに入場し、その後2020年1月に同車両センターから柏台車両センターまで公衆輸送された。大手私鉄の電車が JR の工場へ入場するのは 大宮総合車両センターへ入場した小田急4000型に続き2例目となったが、こちらは JR 貨物の機関車に牽引されたため講師輸送で行われた。長野工場製給水ポンプ前日した通り、東総合車両センターでは芋の職場を有しており、以下に示すものを製造している。鉄道博物館建設に伴い、大宮総合車両センターでの解体作業が終了したため、 首都圏で使用された電車の廃車に伴う解体は、当センターへと機能を移した。2021年4月1日現在の配置車両は、以下の通り。梅工事蒸気機関車間解説当初、保存蒸気機関車の整備は、当センターの前身の一つである、長野工場で行っており、多くの車両は、最後の全般検査を、長野工場で受けている。また、 c 5 1系2 3 9号機の外装復元を行っている。その後、現役蒸気機関車の全廃に伴って、長野工場での整備を終了し、営業継続機関車については、高取工場に引き継がれた。高取工場の閉鎖後は、梅工事運転区で整備が行われている。2015年3月14日に、北陸新幹線が金沢駅まで延伸したことに伴い、 新越本線、長野駅、直越駅間が経営分離されたが、長野駅から当センターへの線路は経営分離後の、品野鉄道北品濃線とは別に付設されているため、経営分離の影響は受けていない。長野工場時代は、車両を製造した実績があり、以下に、それを示す。ありがとうございます。